はい、山形県佐賀市のバイク屋鈴木モータースです。今日はですね、KTM の車両紹介動画を撮影していきたいというふうに思っております。はい、890デューク R のご紹介なんですけども、まあ、890デュークってですね、こちらに890デュークと890デューク R と、あの R がつくつかないモデルでいろいろあるんですけども、今日はですね、890デューク R、よりスポーティーなレーシーなですね、モデル、R がつくでレースの R なので、こちらの車両のですね、紹介をしていきたいと思っております。そしてですね、今日は890デューク R のご紹介と同時に、こちらですね、実は2020年、今2021年ですよね。2021年式の890デューク R ももちろん今うちに在庫としてあるんですけども、こちらがですね、オープンした時からあるですね、890デューク R の2020年モデル、要は1年型落ちなんですけども、まあ何も変わらないんですけども、一応年式だけですね、1年前になっちゃうと、2020と2021何違うの、 何も変わらないですね。はい、ただですね、この2020年モデルがまだ展示車としてありますので、今日はですね、ものすごくお得なですね、紹介していきたいと思います。と言いますのも、こちら2020年モデルの890デューク R、 この展示車がですね、ラスト1台です。もちろん2020年式はラスト1台で、もう2021年式はうちにあるので、このラストの2020年式にいろいろですね、これ絶対つけたいっしょみたいなパーツをですね、どんどん組み込んでいって、総額からですね、約24万回かなのお値引きをさせていただいた鈴木モータース仕様ラスト1台ですね、こちらにカスタムを組み込んでいったものを今日はご紹介したいと思います。ですので今日は2つですね。まずは890デューク R ってこんなにすごいバイクなんだよっていうのと、この2020年式ラスト1台に限っていろいろパーツつけて総額24万円お得に販売しますよっていう、この2種類をですね、紹介をしていきたいと思っております。まずはですね、890デューク R っていうこちらのバイクなんですけども、めちゃめちゃ面白いです。もちろんですね、当店でも試乗車とレンタルバイクですね、ラインナップがあるんですけども、僕はですね、休みの日ちょっとツーリング行こう、バイクに乗ろうっていうと、今うちにあるラインナップの中でまず一番最初に乗るのがこの890デューク R ですね。で、うちのスタッフみんなの中でもですね、一番人気なのがこの890デューク R なんですよ。で、僕はですね、一泊ツーリング、二泊ツーリング行くってなったら、1290のスーパーアドベンチャー S を選�んですけども、まあそういうですね、ちょっと峠走るとか、ちょっと日帰りでパーンと行くとか、そういう時とかですね、もう890デューク R めちゃめちゃ面白いんですよ。はい。試乗された方はもちろんわかると思うんですけども、結構ですね、モタードチックな乗り方に近いですね、乗り味が。ちょっとまたがってみるとですね、よいしょ。こんな感じですね。こんな感じです。ハンドルにして結構高くてですね、シートも高いので結構モタードっぽい感じですね。で、車重がめちゃめちゃ軽いんですよ。何キロになってます？車重。ここら辺に左上に書いてるんですけども。はい、めちゃめちゃ軽いですね。170キロで、しかも細くてですね、軽くて、でパワーがめちゃめちゃあるので、ウィリーさせようとしなくてもします。アクセルパーンと開けていくと、フォーって上がりますね。そのくらい軽いし、パワーもあるし、めちゃくちゃなんかこう、なんて言うんだろうな、フロントホイールとの位置が近い感じがするので、結構こんな感じですね、モタードっぽい走らせ方をすると、めちゃくちゃこう、うまく乗れるみたいな、そういう感じですね。なので、めちゃめちゃ過激な、遊ぶんならこのバイクみたいな、そういう感じですね。はい。でですね、この890デューク R の見た目的にまずいいのがですね、このエンジンのところに何もフレームが邪魔してないの分かります？もうエンジンが丸見えなんですよ。これがですね、結構そのメカしいのがフェチな人にはもうたまらない感じという風になっております。で、この890デューク R はですね、隣に890デュークと比べると、まずホイールがオレンジですね、前後ホイールがオレンジ、そしてフレームもオレンジですので、一瞬で、あ、このバイク R や、みたいな感じで見分けがつきますね。はい。まあ、ではですね、そんな感じで、890デューク R、こちらにまず紹介はさせていただいたんですけども、今回ですね、この2020年ラスト1台の展示車両をお得に販売するっていうご紹介していきたいと思っております。はい。ちょっといろいろですね、見ていくと、まずは口頭でお伝えしますよ。カスタムめちゃめちゃつけて、まず車両本体価格が146万5千円ですよね。税込みで146万5千円に、そこからいろいろ3年車検が入って諸費用もかかっていって、さらにこれ付けたいっしょみたいなパーツをもろもろ付け込んでいって、税込み乗り出しお値引き込みで170万ポッキリです。
はい、170万ポッキーなので、これ車両価格プラス乗り出し価格からちょっとプラスくらいでめちゃめちゃお得なパーツがつくような、めちゃめちゃお得なプライスというふうになっております。もう一度言うと、乗り出して170万込み込みですよ。で、そのカスタム内容というものを今からご紹介していきたいと思っております。まずは KTM の純正オプションパーツというのをパワーパーツっていうんですけども、パワーパーツでアクラポピッチのスリップオンマフラーをお付けします。これですね、定価で税抜きで12万2770円するんですが、これも付けます。あとはこのミラーがですね、ちょっとこうビヨーンってなってて好み分かれるんで、バーエンドミラーするとめちゃくちゃかっこいいんですよ。なのでハンドルバーエンドミラー、これも純正オプション品の、1本1万2166円するミラーを2本ですねをお付けします。はい、そしてこのメーターのところに来るフライスクリーンというものをつけて、あとはエルゴライダーズシートっていってお高いシートですね、純正オプションのお高いシートで、このシートも高さが選べるんですよ。ちょっと低いえぐれてるシートと通常のシートと、ちょっと逆に持った高さのあるシート、この3段階から選べます。値段一緒なのでここから選んでいただくと。あとは、タンデムシートも純正パワーパーツがあるので、ピリオンシートもお付けします。はい、そして KTM ってですね、面白いのがテックパックっていうのがあるんですよね。なんやねんテックパックってみたいな感じなんですけども、製造段階から実はこのマシンはですね、この状態が100だとすると150までパワーアップできるキットが組み込まれてるんですよ。でも普通の状態で100の力しか出ないんですけども、我々ディーラーにですね、専用の PC があるんですよね。ディーラー診断機も含めた専用の PC があるんですけども、それに接続すると呼び覚まされるんですよね。そしてパワーが150に上がるっていうですね、そういうものが KTM についてるんですよ最初から。だったら最初から新車時点で150にしてよと思うんですけども、そこはちょっとエッチなところですよね。150の力は持ってるんだけど私100ですみたいな感じにしておいて、実際こう刺激すると150に変身するみたいな、結構付き合いたての男女みたいな感じですよね。実はその男性経験豊富な女性なのに、ちょっとそういう素振りを見せずに清純派を装って、実はすごかったみたいな、150でしたみたいな、そういう感じですよね。はい、なのでもともと150の力持ってるんですよ。だそれを PC につないでピッてやってあげると、100から150に上がるっていうのがテックパックです。めちゃめちゃ分かりやすい説明ですよね、今の。あざとい女性みたいな感じですよね。私男性経験全然ないんでとかって言っといて、めちゃめちゃすごかったみたいな、そういう感じでございます。はい、どういう感じやねんみたいな。はい、で、テックパック、この車両で言うと何がつくかっていうと3つつきます。テックパックって総称なので3つあるんですね。で、1つ目がトラックパック。なんかもうパックパック言いすぎても分かんないですね。テックパックっていうこの総称なんですよ。テックパックっていう総称で、テックパックの中に3つ入って、そのうちの1個がトラックパックっていうのがあって、でそれをつなぐとすごいことになるんですよ。もう凶暴化します。このバイクはですね、新車の100のノーマルの時点ですよ。ノーマルの時点で、ライディングモードっていうのが選べるんですよ。でそこがスポーツモード、ノーマルモード、レインモードみたいな、この3つのエンジンパワーから選べるんですよ。でうちもですね、試乗とかレンタルバイクで出すときは絶対ノーマルにします。でノーマルモード楽しんでもらって、余裕のある方はスポーツモードに押すと、そうするとそれだけでめっちゃ変わるんですよ。ノーマルモードでバーンとしたら、スポーツモードにピッと押したけバーンってこうなるくらいめちゃくちゃ変わるんですよ。で僕はですね、まあやっぱりバイク屋なので、いろんなバイク今まで乗ってきたので、ある程度こうなんか速いって言われても、まあ、大体わかるんですよね。ああこんな感じだよねみたいな、世界最速とか言われてるバイク乗ってもなんか体がもう慣れてるんで、ああ速いね確かにみたいな、そんな感じなので、スポーツモード面白いなと思って乗ってたんですよね。であれはですね、ちょっと5月とかオープンした時に、まあ、お客様がいらっしゃってですね、ハチ公で受かる試乗したいんだけどっていうお客さんいらっしゃったんですよ。で僕は良かれと思って、このバイクの楽しさを体験していただきたいと思って、スポーツモードでお乗りいただいたんですね、何も言わずに。そしたらお客さんがですね、一周回ってきてすごい青ざめた顔して、こんなバイク怖くて乗れないって言ったんですね。でその時僕はハッとしてですね、ちゃんと試乗とかレンタルバイクのノーマルじゃダメだなっていう、そのくらいやっぱり危険な凶暴さなパワーがあるんですよ。
なので慣れてる人からするとすごい楽しいんですけども、最初乗るのはやっぱりノーマルがいいですね。でスポーツ、ノーマル、レインと選べるんですけども、そのトラックパックを入れるとスポーツモードよりもさらに上のトラックモードっていう、トラックってどういう意味かっていうと、サーキットの方ですね、クローズドコース、あのレース場のことはトラックっていうんですけども、サーキット用のモードが選べるんですよ。僕はまだ体感したことないですけど、サーキット用のモードなんてしたらもうやばいでしょうね。150が今度200になるみたいな話ですからね。もう200ってもう叶姉妹みたいなレベルですよそうですよね、もうプロ中のプロですよ。はい。でトラックパックがまずつきます。で2つ目がですね、クイックシフタープラスがつきます。クイックシフターってもう分かりますよね。バイクの場合こうアクセル開けていってバーンって、で2速上げますって時にアクセル戻してクラッチレバーを握ってギアを足でポンと上げてクラッチつないでアクセル開けてバーンバーンバーンってギア上げていくじゃないですか。でこれをクラッチ握らないでアクセルを開けたまんまバーンって足だけ上げるとバーンってこうギアが上がっていくというのがクイックシフターなんですよ。要はレースでアクセル戻してクラッチ握った間に抜かれちゃうんで、それをしないためにアクセルを開けたままバーン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 ってこう上げていくのがクイックシフターなんですよ。で KTM でいうクイックシフターとクイックシフタープラスって何が違うかというと、プラスがつくとダウンも対応なんですよ。上げていくだけなのがクイックシフターなんですけど、クイックシフタープラスってつくとアクセルオフス、あのギア落とす時もクラッチ握る必要がないです。ブリッピングも自動的にしてくれますね。あのギア落とす時ってスイッパークラッチついてない車両とアクセルバーンって、ね、コーナー入りますって時にアクセル戻してブレーキ握ってクラッチ握ってブンって回転上げ落とし合わせてギアを落としてつないでブーンブーンブーンってこうギア落としていくじゃないですか。でそれをクラッチ握らないで足だけ踏めばギア落ちるんですよ。で回転合わせも自動的にしてくれるんでアクセル開ける必要がないですよね。普通にアクセル閉じてブレーキ握ってブーンって、あと足だけポンと落とせばブーンブーンブーンってなるので、これプラスがつくとダウンも対応と。なのでクイックシフタープラスがついてる車両で峠なんか走るとめっちゃ気持ちいいですよ。プロレーサーになった気分ですね。パーパーパンパンパンパーパンパンっていうこの音がですね、早朝の峠の山道ですね、何にも音がしない鳥のさえずりしか聞こえないところにこの音がこだまするわけですよ。でこうブルーラインとかですね、鳥海ブルーラインの頂上に登って、あー気持ちいいなって山の景色を見てタバコ吸う時に下界からですねその音が上がってくるわけですよ。パン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 みたいな、やべえやつ来たみたいな。でそういう感じでもうライダーがテクニックを必要としなくなったわけですよね、マシンが優秀すぎて。はい。なんでそういうのもすごい楽しみなポイントでございますし、まあ、やっぱりですね、昔からバイクに乗ってて、いや俺はスイッパークラッチとかそのオートシフターとかなんか性に合わないっていう人にとってはちょっと難しいかもしれないですけど、もうですね味わうともう逃れられないですね。やめたくない、もうギアをめちゃくちゃ上げ下げしたくなりますね、もう慣れちゃうと気持ちよすぎて。はい、っていうような感じですね、がクイックシフタープラス。これがテックパックの2つ目。でテックパックの3つ目が MSR って言って、モータースリップレギュレーションって言って、まあ滑り防止ですね、あの、ま、タイヤが滑った時にマシンが制御を効かせてくれて転ばないようにしてくれるっていうのが MSR。 この3つが入ってるのがテックパック。でこれがですね、テックパックいくらするかっていうと、税抜きで92,046円、まあ約10万円ですね、10万円以上するものがテックパックなんですよ。エッチですよね。だってあれですよ、ディーラーからしてみればパソコンにマシンつないでピーって言って書き換えバンってするとパワーが上がるんですよ、いきなり。でもですね、10万円もかかると。じゃあもう最初から組み込んでくれないかなっていう話ですよね。はい。まあでもそういうところがですね、やっぱりその上手なところですよね。はい。メーカーのやっぱりやりたくなるじゃないですか、こういうのがあるとっていう感じでございます。なのでちょっと画像を見れますかね、ゆきさん。アクラポビッチのスイッポンマフラー、これがつきます。かっこいいですよね。これがここにジュンと、かっこよくないですか、想像しただけで。でフライスクリーンがこれですね、こういうちょっとちっちゃいカウルスクリーンがこのメーターのところにつきます。はい。で次がバーエンドミラーですね。バーエンドミラーがこういうふうな感じでつきます。でこれがパワーパーツのシートですね。でこれもパワーパーツのシートです。
で、テックパックがこれです。トラックパック、クイックシフタープラス MSR で、これらがついて、これら普通につけるとですね35万くらいするんですけど、それも全部つけて乗り出し170万ですよ。車両本体価格が146万5千円の車両に35万円相当のパーツをつけて、プラス新車3年車検とか初費用とかも全部込み込みで乗り出し税込み170万と、恐ろしい金額じゃないですか。これをですね、この2020年ラストの展示車1台にのみ適用させていただきますので、早い者勝ちですね、こちらの車両を販売をいたしますというような感じで、かなりお得なですね、89万デューカール2020年式ラスト1台ですね。もちろんカスタムのですね内容、いや逆にそれいらないからこれつけられないとかっていう要望とかもですね、ぜひ言っていただければご対応させてもらいますので、ぜひ言っていただければなと思っております。はい、ではそんな感じで89万デューカールのご紹介でした。